キャラーニ角川ゲームスデジカデアーゲーム天国クルージンミックスチェリンチェリン。愛の勇気糸娘が、まさか桃子をけしかけて反撃してくるとは。やはりゲーセンでバイトしているのは伊達ではないな。必ず脳改造をしてわしの手下にしてやるわい。博士、こんなに9頭で有能な助手が2人もいるのにまだ不足なんですか。そうですよ。加藤、わしらの崇高な使命は何じゃ。言ってみ。イエース。なのに助手のお前らと来たらゲームのことなどさっぱり分かっとらんじゃないか。博士、あたしたちを甘く見ないでください。中村、忍者くんの弟の名前を言ってみ。え、あの忍者くんってあのあはこんな問題にもポン。
と答えられるのか。忍者くんの弟と言ったらあのジャジャマルくんだろうが。あ、ジャジャマルくん知ってます。私ジャジャマルくんなら知ってます。ガト、さすがにジャジャマルくんは知っておったか。はい、確かお猿さんですよね。アホ、忍者に決まっとろうが。忍者に、なんで忍者くんの弟がお猿さんなんじゃ、ボケが。あ、ごめんなさい、すいません。ゲーセンのオタク姉ちゃんこと伊藤由紀、絶対わしのものにしてやる。ではでは、スタート。桃子行きます。うわっはぁ、ダスしちゃった。いくぞ桃子行きます。ドカーン、ドカ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 。オプション、あの猫娘、あっけなくやられちゃいましたね。ちゃー、あんな能天気娘、最初から当てにしておらんわい。なんだって、次は巨大ロボですからね。さよ、スーパー合体ロボ、ゴッドムテキンダーじゃ。簡単にはやられんぞ。やられちゃったら一緒なんですけどね。あと、お前脳改造が足りんようじゃな。ちょっと博士、これ以上加藤さんの頭悪くしてどうするんですか。中村ちゃん、その言い方はないんじゃない。まあお前ら女子高生は元から脳みそ使って生きとらんから、どう改造しても変わり映えせんがな。あ、博士、今の一言で全国の女子高生を全て敵に回しました。そうそう、今や私ら感性だけで動く女子高生が時代をリードしちゃってるんですから。確かに、この多様化の社会でなぜかお前ら女子高生だけはみんな判を押したように同じ格好をして同じ言葉喋っとるもんな。誰かに操られとるんじゃないのか。そりゃあ博士から見りゃ同じにしか見えないかもしれませんが、私たちこれでも個性を追求してんですよ。ソックスの柄変えたり、ワンポイントで刺繍入れたりね。わしにはキリンやシマウマが自分の模様の自慢をしとるようにしか思えんわい。博士、じゃあ言わせてもらいますが、今回の巨大ロボだって私たちから見れば他のやつと区別がつきませんよ。いろんなロボットの寄せ集めみたく見えますよ、実際。だってそうなんじゃもん。ではでは、スタート。迷ってるの道はないわ、心を許したり傷ついたり、私弱ってるかも。
守りたい。超強い、桃子は戦う小学生。私を伝えてこんなゲーム余裕でクリアよね。